J1 リーグの戦いもいよいよ残り10試合となりました。2021明治安田生命 J1 リーグ第29節、柏レイソル対サンフレッチェ広島の一戦をお送りします。シーズン最初の対戦は6月広島ホームゲームは1対0でホームチームが勝ちました。佐々木翔のクロスが椎橋に当たって方向が変わった得点、この1点を守りきってサンフレッチェが3ポイントを獲得しています。今日のメンバー、まずホーム柏レイソルです。キーパーキムスンギュ、最終ラインは大南、上島、古賀の最終ライン、そして中盤ワイドに川口、三丸、センターにヒシャルジソンと豊島、変更はありません。今日は3試合連続でスタメンでした細谷がベンチスタート、瀬川、クリスティアーノ、そこに武藤が5試合ぶり先発で入ってきます。一方広島です。こちらは東京オリンピック代表でした大迫に代わって林拓人は6試合ぶりの先発、最終ラインは野上、荒木、佐々木、中盤ワイドに東、左、藤井が今日は右、センター青山、ハイネル、ドーグラス、ビエラを最前線にエゼキエウ、柴崎という布陣です。フリック、ドーグラス、ビエラ、エゼキエウ、うん、惜しかったですね。受けて柴崎、青山、サンドします、うん、そしてシャルジソン、一気にクリスティアーノ、頭でついて運ぶ、まあ、今のですよね、柏はね、はい、奪って素早く前線へのフィードでした。ファーサイドにドーグラス・ビエラ、ハイネル、青山、もういいところ見ていた、青山からドーグラス、先制広島、見事なスルーパス、青山からドーグラス・ビエラ、このパスの質ですよね、斜めのランニング、左足少し浮かすと、まあ、出し手と受け手の関係性がバッチリ合いましたし、ドグラス・ビエラからすると出てきたキム・スンギュもしっかり見えてました、はい、まあ、見事ですね。ちょっと出しましたね、足首でね、クロスが入って瀬川、頭で合わせに行きました。瀬川、川口からですかね、だいいボール入りましたよね、少し背中取ってから前、ボールの質も非常に良かったですし、セガの動き出しも非常に良かったと思います。惜しかったですね。広島ボールです。藤井が中へ行きます。ルーズボールが抜けてきた、いやポスト、上島に当たったんですね。そうですね、ハイネルから青山、マテウサビオ、クリスティアーノ、ファーサイドに瀬川います、中に入ってきます、シュートだ、瀬川を見ながら打ちに行きました、マテウサビオ、キムスンギュ出ます、ちょっと遅れた、ドーグラス・ビエラ浮かせてきました、見事だ、追加点広島、まずはまた背後ってことですよね、時間があれば背後狙うぞっていうところ、いいボールが入って、もちろんキムスンギュの判断もあると思いますけど、まあ、この瞬間はおそらく見えてなかったと思いますよ、周りの声もあったと思いますよね、まあ、しっかりゴールを見て、まあ、しっかりもうゴールに渡す、はい、パスをするみたいなイメージだと思いますけども、まあ、しっかり収めたと思いますね。中にボールが返ってきました、そのドーグラス・ビエラ、エゼキエウ、ワンツー後ろ抜けて柴崎、あ、ナイスキーパー、東クリアボール、中に返ってきました、0対3、チャンスボールは見逃しません、ドーグラス・ビエラハットトリック、いや落ちてくるんですよね、調子いい選手にね、ボールの質も非常に良かったですけど、
三つ丸がクリアしようとしたところ、相当したところじゃない場所に来たんですけども、やっぱ瞬間的に反応して、はい、キム・スンギュの位置をしっかり見て、インサイドで流し込みましたね、ここね。まあ、本当にプレゼントボールなんですけど、まあ、しっかりインサイドで流し込むと。この先がなかなか崩せない、裏を狙って入れ替わってきた、三つ丸が入ってきました。惜しかったですね、狭いところで受けました。今ぐらい質の高いボールと、うん、はい、まあ、本当に瞬間的に空いた空間をうまく背が使いましたけど、この関係性ですよね、はい、ボールの質と受ける場所。試合終了0対3、サンフレッチェ広島が柏レイソルを下しました。